どうも、おいの倍速です。こんばんは。えー、私はね、今、えー、追っ始めたとこでありますね、うん。今日は、えー、大宮の劇場で、えー、予選に2本、ね、出させていただいて、まあ、合間でね、えー、西武オリックス戦見ながら、ねえー、そして今日もね、えー、せっせっせっせと大宮から浦和まで、 歩いて帰ってきちゃいましたえー、すごいねあー、最近よー歩いてますわえーもう下半身はできてきてますねあー、あとはこのねうんこのうまい体重移動ねうん、それでこうスムーズにねうん、こう、できるようになればねえー、いい球が、子球式でねいい球がパンとこう、行くんじゃないでしょうかねうん、まあ、体重を乗せてね、う、うん いい感じでねあ,あとリリースポイントだけ気をつけてね、うん、弾が浮かないように、うん、それだけを意識してねもう行きたいと思いますけども、うん、あ誰か来たよ、うん、誰か来ましたよねえ、うん、お届け物でしょうか、えー、さあ、えー、今日は3月26日土曜日、うん、5対0負け残念 セーブさんにね、え昨日60で買ったんでね、うーん、ちょっとまあやられてしまう、やり返されてしまうというね、えー、形になってしまいました。えー、あっ、嬉しい。今日は小引きブルーです。ね、ー安部さん、小引きブルーじゃないんですかっていうね、コメントもいただいてましたけども、今日は小引きブルーで行かさせていただいてますねー。うーん昨日はね、あのー、もう、とにかくね、えー、もう帰ってきて、もう、 パパパッと、帰ってきてすぐ動画上げなきゃっていうことでねもう氷とかグラスとかね用意する前にもう「金麦プシュッ」これでこれが一番早いっていうことでねうーんあのスピード重視でね「えー、金麦」にさせてもらいましたけど小引きブルーも、ね、しっかりやらさせていただきますんであーう,ーんうまいねうーんこの 風味がね、えー、深いですわ、うん。ちょっとね、私、下にはちょっと自信がないんですけども。えー、後あ、えー、とで、コメントで言いましたら、安倍さんちょっと太ったんじゃないですかという声もいただいてましたけども、まあ、基本的に私はね、年中太ってますね。えー、まあまあまあ、うん、いつ太,太り出したとかわかんないですけども、うん、まあ常に太ってはいますね。えー そしてまあ、体重的にはどうなんでしょう。昨日測ったら103キロでしたかね。うーん、まあ、だから、100、100、1回切ってた時期もあったので、まあ、それに比べたら太ってますわね。うんなだらかに太ってますね。ええー。うん。まあ、でも最近ちょっとね、ええー、歩き出しましたからね。 それがそろそろ効果として現れてくるんじゃないかななんていう期待も込めてますけどもえそんな話はねいいんですけどもえ3月26日はえちょっとねうん残念な試合ということでえーまルーキー渡辺くんがねスタメンということでうんいやいやいやすごいねスタメン勝ち取ってねうん開幕2戦目でうんすごいじゃないですかね今日はちょっとね ィットは出ませんでしたけども大丈夫でしたかねあのフェンスに激突してましたけどもねえ我だけは気をつけていただいてうんねえこれ魅力ある足早いからねこれ魅力ある選手ですよねえうんこれねどん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 ,どんね結果を出してねうん一軍に定着してね、うん、あわよくば、えー、レギュラーというね、えー、やっていただきたいねえほんとねうん 今日は先発が宮城ということで。ね。まあ、この去年はね、もう宮城と西武さんというのはね、これも最高の組み合わせでしたけどね。うーん。だいぶやらさせていただきましたけども。うん最高の組み合わせ。もう小引きブルーと唐揚げぐらいうーん。最高の組み合わせだったんですけども。ちょっと今年はね、えっ、ー、と、あれですか、幸先。 出花くじかかれましたかうーんねえちょっとだから宮く君がね去年の終盤からね、えー、まあ、日本シリーズそして、えー、まあ、オープン戦見てるかぎりうーんやっぱ去年のねあの前半のあの勢いもう絶対もう0点に抑えてくれるもうズバズバいいところにねボール行ってねもう。うーん あの感じではちょっとまだないのかなうんちょっとやっぱ苦労してる部分もあんのかなやっぱ配球パターンがちょっと読まれるというねこともあんのかな分かりませんけども私は、えー、専門家ではございませんのでねーなかなかやっぱうまくいかないねプロ野球っていうのはねあーもう素晴らしいねこうロケットスタート決めてくれましたけどこの宮城くんの野球人生ね やっぱね、そう簡単にはいかないんだね、プロ野球っていうのはね。ここがやっぱ、正念場だよね、きっとね。うん。まあ今日は味方の援護もなかったしね。うん。まあ可哀想ではあったんだけどもね。もうだってあの山川の,あのスリラン初回の。あれ、むちゃくちゃやからね、あんなものは。ああ、あの、伏見さんが要求したの、なんていうさ、あの、ウエストボールっていうかな。ああ。 ちょっとね、振ってくれたらラッキーぐらいのところのね、この辺に構えて。そら、お前、この人ホームランにしちゃうんだからね。もうあれもう事故みたいなもんですわ、あれ。あれもう山川がもう無茶苦茶や、あれ。やってることが。ね、ほんとに。もう、無茶言うたらあきませんわ、つってね。あれホームランにしちゃったらもう。うーん。いや、もう山川にあれやめといた方がいいね。あのウエストボールね。ああ、あんなことする。あんなことするから。 もうあれされたらもう、めちゃくちゃです。え、ね、え。もうプランもクソもありません。ねえ、うん。もうやめとこう、あれはね。うんで、ええー、ま、あ、宮城くんがね、5回4失点、100、100ちょいぐらいかな。うん、投げ,投げましてね。うん。しかし、え、ね、え、良かった点といえばこちら。新戦力。ええー、今年ね、ルーキーで入ってきました。えー、小木田選手。え、ね、え。 これ、プロ初登板でもう堂々たる。もう聞いてはいましたけど、小木たがいいよって言うのは聞いてはいましたけどもね。ああ、しっかり良かったね。ええー。いや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 。ああ、あのね、そんなに身長があるわけではないんだけどもね。あの、なんてんだろう、こう、ねトントントン。ね、うん、いいですね。スライダーですかあの必殺技は。あ。 ナイスピッチングですね。うん、これは1枚強力なね、えー、中継ぎが加わりましたよ、えー。そして、ビドル君もいい。ビドル選手もやっていただきました。ね、ナイスピッチング。うんね、二三振、えー。いいですね。ちょっと中継ぎが充実してまいりましたか我がチーム。うん、中継ぎに不安を抱えるチーム事情でありましたけども。 でここに来て中継ぎが充実してまいりましたかこれはねうーんそしてねこれは嬉しいじゃないねおかえり黒木ねえジョニー帰ってみまいりましたよ4年ぶりの1軍投番おめでとういやーよく頑張ってねここまで帰ってきましたよねーあのー、あれ何年2018年とか最後に投げたのが かなうーん。ルーキーイヤーがすごかったね、でね、もうクロッキー、もうジョニーがもう、もう毎試合毎試合クロッキー出てきて、大丈夫かっちゅうぐらい投げさせられてね。ああ、もうジョニージョニーでクロッキーですよ、もう。大丈夫ですかっつうぐらい投げさせられてね、ルーキーイヤーに。うーん。で、まあ、ちょっと壊しちゃってね、こんなことになっちゃいましたけども。うん。 まあ、ようやくね、帰ってきてくれたね。こう、育成も経てね。うーん。嬉しいね、これは。ええー。まあ、1点取られちゃったけども。いいじゃない。ね十分じゃないですか。最後も三振で切って。ねえ。ああ。いや、よかったよ。ねえ。やっぱ中継ぎってやっぱ過酷ですからね。うーん。あの、山田のノブくんなんかも気をつけていただきたいですわね。本当にね。うん。休むときは休んでちょっていうね。 えー、そういう気持ちです私は、えー、はいさあそしてえー、うんそしてね、えー、結果ですけどもオリックス打線が、えー、西武さんのルーキー隅田君に、えー、なんと1安打で沈黙というねうんおつやチーンというね感じの、えー、試合でございましたね二塁も踏ませてもらえないねー打ったと思ったらフライフライねー 残念、ねえ。ちょっと、あおいたかっていうあたりもありましたけどね。失速。うん、なかなかうまいこといきませんね。ラオウと紅林シ君あたりもまだ無安だかな。うーん。まあちょっとこの辺のね、二人はちょっと、うん、待ちましょう。もうね。うんそろそろ明日ぐらい出してくれるんじゃないね。うん まあまあ、これで5割ですよ。言うてもね。うん。まあまあまあ、切り替えていきましょう。ねうん。明日は、えー、総一オということで。うん。期待してみましょう。ねあのー、最後、オープン戦の最後、いい投球してたからね。うーん。明日期待ですよ。あと、打線ね。ちょっとどないかして。うーん。ちょっとこれを引きずりたくないね。うーん。お願いします。ということで。 オンニの晩酌でした。さよなら。バイバイ。